皆さんこんにちは、ワナレゲビジです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイリベンジ続きをプレイしていきたいと思います。アメリカ本土決戦でうまく攻略できなかったリベンジのプレイになるんですけども、前回からはですね、南方作戦としてシンガポールの解放作戦に入っています。シンガポールまで実はまだちょっと遠いですね。でしっかり、まあ20ターン経過している状態なので、残り20ターン合計40ターンというところでの攻略、これを一つ目標に進めていきたいと思います。では早速始めていきましょう。まず部隊をね、全体的に下へぐーっと押し下げていくところから再開していきます。まあ、今回はしっかりとその部隊をですね、強化しながら進める。まあ、それも一つの大きなテーマにしてますので、確実に部隊を強化しながらですね、来たるべきアメリカとの本土決戦に備えた戦いというところをね、やっていきたいと思っています。さあ逃げる敵追撃していきます。このまま航空機をメインにしっかり偵察を行いながらですね、追撃して敵部隊をシンガポールで壊滅させるっていう、そういう作戦ですね。まだまだ先は長いので、まあ、しっかり補給拠点ですね、補給しながら進んでいきましょう。では冷戦の航続距離の長さを生かして一気に敵の司令部付近までやってきましたので、ここから攻撃を開始していきましょう。二つ目の拠点ですね。もうターン数もだいぶ進んできてしまっているので、まあここはなるはやで攻略を完了させたいところにはなってきています。次々と航空隊を送り込みましょう。冷戦の丘ははやぶさを、2ユニットほど用意してあります。もうちょっとユニット数用意したいところではあるんですけども、今回は冷戦を優先的に育てていますので、冷戦の配備数が多くなっていますね。まあ、アメリカ本土決戦においては冷戦も全く役に立たなかったんですけども、まあ、それでもやっぱりですね、中盤ぐらいまでにかけては相当な使える戦力にはなってますので、まあ、これはね、うまく使っていこうと。というところで冷戦を育っているのが現状です。まあ、ここは本当にジャングルのマップなので、まあ、すごく陸軍、まあ、特に野戦砲とか対空砲、まあ、こういったものの進軍速度が著しく遅いので、まあ、その分どれだけ航空機を、まあ、効率的にうまく運用できるかっていうのが攻略の、まあ、大きな大きなポイントになってくるマップだなというのを今改めて痛感しているところなんですけども、まあ、そんな中でもようやく2つ目の敵拠点の近くまで部隊うまく運んできましたので、こっからですね、一気に攻撃仕掛けていきます。できればこの中央司令部このターンで撃破完了というところまで持っていきたいですよね。まあ、そのためにはやっぱり熟練度の高いユニット、これをね、攻撃に、そしてユニット数がまだ残っている耐久の高いユニットで攻撃をかけるっていうので、積極的に狙っていきましょう。あと2まで来ましたね。あと2だったらできればね、もうここで決め切ってしまいたいなというところですよね。さあ残り2、これを撃破しました。またまとめて敵の数削りましたね。そしたら残ってる敵の総統へと、移っていきましょう。残りシンガポールだけになりましたので、そのシンガポールに向けてね、部隊を急ぎ、差し向けていきます。はい。現在35ターン目になってます。40ターン以内の攻略で大勝利なんですが、最後シンガポールここですね。分厚い敵の壁に阻まれて進軍が進んでいないという状況です。ですので、ここはですね、もう思い切って、航空機による攻撃、これで一気になんとか打開をかけていこうかなというふうに思ってます。なので、しっかり回復してですね、
まとめて航空戦力を叩きつけられるようにうまくコントロールしていきたいと思います。まあそういう意味ではここに軽空母2隻合計4つの航空隊の補充ができる環境を整えておいたというのはすごく有効に働いてますね今ね。ここで航空機補充できる余裕がないと一気に突貫を仕掛けるっていうこともまあまあまあならないということが出てくると思うんですけど、まあうまくここは軽空母2隻をシンガポール沖まで進出させることができたんで、これを使ってね補充しながらまあ波状攻撃みたいなものが仕掛けられる環境が整っているのかなというところは大きいですよね。さあうまく敵を司令部の近くから現状排除しているところです。これ排除がうまくいくとまあ余裕を持って敵の司令部を倒せる、まあその計算が立つので、この後ですね敵を倒すことによって経験値を稼ぐ余裕が出てきそうですね。今36ターン目なのでこの後しばらくはですねせっかくなのでたんまりと経験値貯めさせてもらいましょう。まあ、これもリベンジ達成するために必要不可欠な内容ですからね。さあでは38ターン目になりました。最後のターン雨降ったりしたら困るのでもうこのターンから攻撃を仕掛けていきたいと思います。まあ、長かったこのシンガポール攻略戦ですけどねようやく最終フェーズまで入ってくることができましたね。このままあと2ターンかけて攻略を完了していけばですねこのシンガポールに関しても、まあ、大勝利という形で攻略完了することができますので、まあ、ここはぜひともここまで来たら大勝利これをね目指していきたいですよね。さあ最後残り1これを削ってこのステージ攻略完了です。まあ、しっかりとこのステージもレベリングできて、熟練度も上げられたのでアメリカ本土決戦リベンジに向けて着々と準備が整っていると言えると思いますので、次回もねこの続きをプレイしていきたいと思います。では最後、作戦の結果ご覧いただきながら終わりにしていきたいと思います。